新幹線は1964年世界初の高速鉄道として運行を開始しました。新幹線は半世紀で55億人以上を運び、戦後日本の成長を支えました。ところで、日本において高速鉄道の構想が戦前にもあったことはご存知でしょうか。時代は日中戦争さなかの1930年代まで遡ります。当時の日本は戦争の激化によって中国大陸に多くの物資を輸送する必要が出てきました。しかし当時の国内の鉄道はそれに対応しきれず、大きな需要に対して圧倒的に輸送力が不足していました。そこで遠距離を高速で移動できる鉄道によって輸送力を強化する弾丸列車計画が持ち上がります。東京を始発駅として名古屋、大阪などを経由しながら下関を国内の終着駅とします。ここからさらに対馬を通って朝鮮の釜山、慶城、満州国の奉天、最終的には北京までつなぐという壮大な計画です。速度は時速 200km、 所要時間は下関までが9時間、北京までは50時間とされ、当時としてはまさに弾丸列車の名にふさわしい驚異的な速さでした。この希望あふれるニュースに国民は歓喜に沸きますが、弾丸列車計画にはいくつもの壁が立ちはだかります。まず総工費の 24% を占めるトンネル工事が非常に難しく、特に熱海の新丹那トンネルは全長 8km にも及び、工事期間は7年かかると予想されました。ちなみに用地買収については戦時下という状況もあり、半強制的に行われたため、かなり効率よく行うことができました。そして弾丸列車計画最大の難題は、九州と朝鮮の間をどうやって結ぶかということです。当初は戦艦天の礼が開通する前のように鉄道連絡線を通す案がありましたが、それでは高速鉄道としてはあまりにも非効率のため、海底トンネルを建設する方針になりました。このトンネルは対馬を経由することになっており、九州側のトンネルは技術的に可能とされましたが、朝鮮側のトンネルは困難とされたため、代わりに海底ではなく海の中にトンネルを通すという案が持ち上がります。しかし弾丸列車は軍事的な目的が強いことから、軍部は魚雷攻撃を懸念して反対し、朝鮮側にも海底トンネルを建設することとなりました。弾丸列車に使用する車両については、後に新幹線計画を主導する島秀夫は動力分散方式による電車の必要性を主張しましたが、変電所などの施設が攻撃されれば全線が停止してしまうという軍部からの反対により、蒸気機関車による動力集中方式が取られました。幸いにも蒸気機関車の高速運転は南満州鉄道のアジア号である程度の実績がありました。それでもトンネル内で蒸気機関車では煙が充満するという問題があるため、時速 200km で走行可能な電気機関車の開発も始まりました。こうしてある程度方針はまとまり、1940年から15年以内の開通を目指して工事が始まりました。ところが戦局の悪化によって、莫大な費用と労力がかかる弾丸列車計画の必要性を疑問視する声が高まり始めます。残念ながら一部を除いてほとんどの工事は中止され、さらに1945年に日本が無条件降伏し海外領土を全て失ったことから、大陸への輸送力強化という当初の意義が失われてしまいます。こうして弾丸列車計画は幻に終わり、戦後しばらくは忘れ去られてしまいます。しかし弾丸列車計画で買収された用地や技術、建設されたトンネルなどはその多くが新幹線に生かされました。当時新幹線計画は前例のない大規模な計画であったにもかかわらず、予想以上に早く進んだのは弾丸列車計画での蓄積があったからと言えるでしょう。ところでこの弾丸列車計画は北京よりさらに先への延伸も提案されていました。これは元満鉄社長の山本丈太郎によって提唱された中央アジア横断鉄道という構想で、彼は自身の本の中で次のように語っています。黒海に出れば地中海はすぐ目の前である。このアジアの中腹、ことに蒙古と新疆を合わせて170万ないし200万方里の大地域は、今日なおほとんど原始時代のごとき未開地であり、なかんずく新疆のごときも機敏なる英国とロシアとが部族式の人間を操縦して南の方からと北の方からと互いにこの大地域を我が物にしようと各々勢力を張り合っているようですが、それとてはっきりと縄張りが決まっているのではない。
そこにはおそらく何億という人口を吸収し得るだけの余地があり、羊毛や綿花なども生産し得る天候の資源が横たわっているのです。この天候とも言うべき地域を我々大和民族の力によって開拓してはどうか、そしてまず中央アジア横断鉄道を敷設してはどうかということであります。外交的にも経済的にも、ひいては世界の歴史を一新せしむるほどの輝かしき局面がそこから展開されるであろうことを予想せられるのであります。あえて昔の大西各国のごとく不当なる土地侵略を目的とするのではない。我が国民は人類の正義と幸福とのために平和的、文化的、経済的に未開の地域を開発するが主眼であります。山本がこの構想を発表してから8年後の1941年に中央アジア横断鉄道調査部が設置され、さらに具体的な経路が話し合われた結果、主に4つの経路が提案されました。そのうち3つは中央のバグダッド、テヘランを終着駅としていました。そしてベルリンに伸びている路線があるのは1936年に日独防共協定が締結された影響で日独の交流が活発になったためです。なお一部にはシベリア鉄道を使う案もありましたが、ソビエトは仮想敵国とされていたため政治的に不可能でした。アジアとヨーロッパを結ぶような長距離路線となると、途中には灼熱の砂漠や空気が薄い山脈、極寒の平原など環境の違いが激しく、保守点検には困難が伴います。そこで従来の鉄道とは違う全く新しい乗り物がいくつか考え出され、中にはリニアモーターカーも上がっています。調査部部長の久保田圭一議員は、リニアモーターカーは完全自動運転され時速 500km も夢ではないとしており、これは80年経った現在リニア中央新幹線として現実のものとなりました。弾丸列車や中央アジア横断鉄道は日本の敗戦によって実現することはありませんでしたが、近年同じように大規模な高速鉄道を推し進めている国があります。それが中国です。中国の高速鉄道の路線図を見てみると、2008年には2つのみだったものがわずか10年の間に全土に広がりました。高速鉄道の主な目的は都市の移動を円滑にし経済を活性化することですが、中国の高速鉄道は別の意味を持ちます。改めて路線図をよく見てみると、外側に1つだけ外に伸びている長い路線があり、これは蘭州とウルムチを11時間で結んでいます。蘭州もウルムチも小さな都市ではないものの、すでに飛行機で2時間で結ばれており、11時間もかけて移動するのは理にかなっていません。莫大な建設費が投じられたにもかかわらず利用客は少なく莫大な赤字を抱えています。ではなぜ中国共産党はこのような割に合わない路線を広げるのでしょうか。答えは経済ではなく政治にあります。ウルムチは新疆ウイグル自治区という地域に属しています。ウイグル人はイスラム教を信仰する少数民族で、歴史的に中国からの独立を望む声が強く、共産党はそれを抑えるためにあらゆる弾圧を行っています。中国共産党は多くのモスクを強制的に閉鎖し、治安維持の名目で多くの防犯カメラ、警察官を配置して内部の情報を制限しているほか、反抗的なウイグル人は再教育施設に収容され、一部では臓器売買も行われています。つまりこの高速鉄道はその一環としてウイグルと中国本国との結びつきを強めることで独立の機運を弱めるために建設されたのです。またこのような意図は香港と中国を結ぶ高速鉄道にも見られます。香港は返還以来一国二制度を2046年まで維持することが約束されていますが、中国共産党は香港との関係を強くしており、中国への不信感は高まっています。そのため香港と中国の間に高速鉄道が建設される際には強い反対の声が上がりましたが、中国共産党は建設を強行し香港との一体化を着実に進めました。中国は一帯一路の一環として周辺国にも鉄道網を拡大しており、アジア横断鉄道という構想はすでに中国を中心に国連で提唱されています。いつの日か日本が思い描いたような弾丸列車や中央アジア横断鉄道のような鉄道が完成する日も来るのかもしれません。ご視聴ありがとうございました。